どうも、ひょいです。今回はオーディションに複数回落選し合格をつかみ取ったハロメンについて紹介したいと思います。なお、2013年以降研修生の審査は別枠で行われるようになったため、今回は対象外とさせていただきました。あらかじめご了承ください。幼少期からハロプロが大好きで、2018年からオーディションを受け続け、おそらくですが4度落選、5回目の挑戦で合格を果たした苦労人です。合格者の傾向を分析し、歌い方を変更、ダンスは地元佐賀のスタジオで練習を重ねていきました。2021年、努力がようやく実を結び、お茶の間に加入。初めから主要パートを広く担当し、楽曲の約半数のコーラスを任される最年少。諦めずにオーディションを受け続けてくれたロコちゃん、本当にハロプロに来てくれてよかったです。2010年から4度落選を経験。スマイレージ2期メンバーオーディションでは最終選考まで残りますが、エッグで唯一の不合格となってしまいます。ハロプロでのデビューは無理だと思い、研修活動終了を考えていたタイミングで新グループが結成。今思えばジュース結成のための温存だったことがわかりますが、エッグの仲間が次々デビューしていくのを見て、何度も心が折れたと後に語ってくれています。そんなチャンさんを支えたのがコピンクとしての活動。制作陣の愛にあふれ、今年ポラリスコンパスで再結成も果たしています。抜群の表現力で加入後、即戦力の活躍を見せたミオちゃんですが、実は2016年から2回オーディションに落選した経験を持つ苦労人です。ハロプロ加入を諦めていたところ、年齢制限が引き上げられたオンリーユーオーディションの開催が発表。これが最後のチャンスと決め、特技のダンスを前面に押し出し見事合格。近年のハロプロでは異例の大学生の新メンバーとしてデビューを果たしました。2010年から娘オーディションに3度落選。すっぴん歌姫オーディションでは最終選考まで残りますが、不合格となってしまいます。その後はツアー帯同で経験を積みますが、デビューは見えず、研修生を辞めたいと事務所に相談。その数日後、拳ファクトリーが結成されたという逸話が残っています。なお、最後のバースデーイベントでは合宿の課題曲 Be Alive を披露。7年間の思いが詰まった素敵な歌声を届けてくれました。年齢や出身地、新ユニットに向けた温存など、実力以外にも様々な事情が絡み合うハロプロのオーディション。諦めずに挑戦し続けてくれたメンバーには本当に感謝しかありません。皆さんの好きなオーディションのエピソードについてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。